どうもこんにちは、三浦です。スーパーマリオギャラクシーやっていきます。ということで今回はループオーシャン一つねやってなかったんですよね。まずこれをやってからボス戦行こうかな。やったつもりだったんだけどなぁ。お、シャドウコメット飛来中。別にそのシャドウコメットやりたくないんだよな。追い越せ、シャドウループオーシャン編。さっきのあのシャドウコメットだね。シャドウコメットの意味が分かんないんだけど、これ。うわ、すげえ、なんかレースっぽいな。何このせかすようなこの BGM。 あーこいつか、シャドウマリオだ。ということでこのシャドウマリオと追いかけっこでってことだね。多分水の中入るな。押せ押せ押せ、そう、甲羅をゲットすることでスピードがアップするんだけど、速くない？あいつ。あ、やべ、今加速のやつ取れなかった。きついなこれ。そっか、ちょっとやり直すか。お、いい感じなんじゃないこれ。よっしゃー、無口になった。ゲットしたぜ。さあそれでは数が揃ったんでやっていこう。クッパジュニア、クリーチャープラント。今度はクッパジュニアだね。溶岩惑星のオタキング。あ、オタキングってなんか出てきたな。あれだ、タコのやつだ。足場悪いね。多分あの真ん中の溶岩からオタキングが出てくるのかな。さあやっていこう。うわー、すげえな、ブラックホール。クリボー。なんかクリボーを見る。でもちょっと落ち着くな、これ。さあ、どうすりゃいいんだ、これ。基本的にこういうやつになんかドームやに守られてんね。あのなんか大砲みたいなやつあんな。あれで破壊してもらうのか。ってことはちょっと一旦こ、あ、間違えた。このなんかた、あ、キラーだねこれ。いて、なるほど。じゃあキラーを吹きつけて、これでいろいろゲットしていくんだね。さあ、来た、来た、来た。これでもちょっとジャンプするとこ間違えるとやべえな、これ。どこまで追いついてくるんだろう、これ。ほらー、今危なかったー。ワンアップキノコもあるけど、もう行っちゃうか。おっとー、このなんかちょっとこの緑の足場がちょっと気になるな。うわー、沈むのか。これキノコ取って、体力が6になった。なんか今タコっぽいやつが出てきた。これどうすんのいいんだ。おお、これマジでどうすりゃいいの。あ、これ違う。あのオタキングが、そう、これココナッツ、これ吹っ飛ばすんだよ。オッケー、きたー。次行こう。
来た、これオタキングじゃない？あ、違う、クッパジュニアだ。これ以上グランドスターを渡すとお父さんに大目玉くらっちまう。こうなったら最終兵器、いけ僕のオタキング。最終兵器って言ってたな。おお、かわいい。なんかまあ基本的にはさっきのあのタコと一緒だよな。オッケー、うわ楽しいなこれ。なんか飛ばしてきた、来い。あー、おお、じゃあタウ冠が取れたよ。あ、ずっと同じ場所でもいけんねこれ。おオッケー。あ、ちょっと、あ、そうかそうか、最後はテニスのラリーみたいに3回連続であのココナッツみたいなやつを跳ね返さなきゃいけないんだ。1回、あー難しい。2回、うわー難しいなこれ。もう一度お願いします。跳ね返してくるところがさ、おー、ほら厳しいな。2回、3回、よし、ターン。あ、やべえ、クリアするの早すぎる。あ、もう沈んでいかない。よかった。この足場がもう沈んでいかないぞ。こんなに早くクリアするの史上初かもしんない。足元のあの数字が14になったら、この星船ももう完全になったんじゃない？ギャラクシーコンプリート。あ、まだギャラクシーあんの？どこだ？あー真ん中だ、ロフトってやつ。あ、でもこれは多分あのピーチ姫、囚われたピーチ姫がいる中心の銀河ってやつだ。多分ラスボスのクッパもいる。グランドスターが揃い、トーチの炎が眩しいくらいになってきました。天文台が星船として動いた暁には、大切な人の待つ銀河の中心へ導きましょう。あと少し、パワースターお願いします。グランドスターは全部集めたけど、スターが足らないんだね、まだ普通のやつ。足元のこの14、スターを取るごとに、数字が減っていくんだけど、これが0になると、多分あの、ロフトっていう、ピーチ姫が待っているところに行けるのか。ってことは、こう今までいろんなギャラクシー挑戦してきましたけど、まだ星を取ってないところがあるので、それをクリアして14個集めなきゃいけないっていうことね。なるほど。じゃあ次回の動画から、このテラスとか、最初の方にやってた、銀河もね、また再挑戦して、ちょっと星を取っていきたいなと思います。ということで今ね、夜中の
23時とかね、ど深夜に撮っているので、今日短いですけどね、ここにおしまいにしたいなと思います。